マークはいつも冒険を求める人でした。そこでアマゾンの熱帯雨林の川がラフティングに最適であることを知ったとき、彼はためらわずにその旅行に申し込みました。彼と残りのグループが川を下る準備をしているとき、ガイドのパブロは水中に生息するワニに注意するように彼らに警告しました。彼らは通常は攻撃的ではありませんが、脅威を感じると危険になる可能性があります、と彼は言いました。一行は川を下り始め、流れに乗って素早く進んでいきました。景色は素晴らしく、両側には緑豊かなジャングルが広がっていました。しかし川の曲がり角を曲がった時、血が冷たくなるようなものを目にしました。巨大なワニがわずか数メートル離れた砂州で日光浴をしていた。マークは彼らがその領域にいることに気づき、背筋に悪寒が走るのを感じた。パブロは素早くイカダを操縦してワニから遠ざけましたが、時すでに遅しでした。その生き物はすでに彼らを見つけていて、お腹が空いていました。ワニは巨大な顎を大きく開き、彼らに向かって突進してきました。マークはそのカミソリのような鋭い歯が自分に向かってくるのを見て叫びました。彼はこれまでワニに襲われたという話を聞いていたが、実際にワニに遭遇するとは想像もしていなかった。パブロはイカダを遠ざけようとしましたが、ワニは早すぎました。それはイカダの側面に衝突し、マークと他の人たちは水に転落しました。マークは浮き続けるのに苦労している時に、冷たい水が体に迫ってくるのを感じた。他の人たちの叫び声は聞こえましたが、濁った水の中では何も見えませんでした。そして彼は何かが足に巻きつくのを感じた。それは何か強くて力強いものであった。彼が下を見ると、ワニの顎がふくらはぎに締め付けられているのが見えました。怪物の歯が自分の肉体にめり込んでいくのを感じ、彼は叫び声を上げた。パブロはなんとかマークをイカダに引き戻したが、損傷はあった。マークは大量の出血をしていたため、すぐに医師の診察が必要であると感じていました。一行はイカダを放棄して川岸に上がり、救助の到着を待った。マークは苦しみましたが、生きていて幸運だったことを知っていました。彼はアマゾンで最も恐ろしい生き物の手にかかって九死に一生を得た。その日以来、マークは二度と世界を同じ目で見ることはなくなりました。彼は、冒険にはリスクが伴い、時にはスリルを求める代償は実際に非常に高くつく可能性があることに気づきました。しかし、危険にもかかわらず、彼は、それがどこに連れて行っても、冒険の呼びかけに抵抗することは決してできないことを知っていました。